重量感もあって商品棚に並んでいたら思わず手を伸ばしてしまいそうになるんですが、実はこれ毒キノコなんです。これがまさに無人販売所に置かれていた問題のキノコ、毒キノコテングタケです。昨日の朝、札幌市南区南沢の無人販売所の棚にテングタケ1本と種類不明のキノコ1本が置かれ購入されていた問題で、札幌市は今日市内の男性から私が購入したと連絡があったと発表しました。市によりますと、男性は購入したキノコのうち家族と2人で種類がわからない1本を食べました。夜になってニュースで騒ぎに気づき、食べなかった1本を届け出ました。調べたところテングタケだったということです。男性と家族の体調に問題はないということです。この騒動もあってか、保健所には取ったキノコについて相談に訪れる市民の姿も。お父さんが取ってきた紫しめじかな、紫しめじじゃないかなって、小さい頃父が取ってきた、ちょっと不確かなので、ちょっと保健所に来て鑑定してもらおうと。キノコ取りシーズン最盛期を迎えますが、札幌市保健所は種類のわからないキノコは食べないよう呼びかけています。